新ヘーゲル主義は19世紀末から20世紀前半にかけてドイツ関連論の哲学者、ヘーゲルの哲学を見直し、復興させようとした一連の運動の総称である。関係した人物の観点から新ヘーゲル学派とも言う。この運動は、新カント派の運動が盛んになるにつれ、認識論の方法が再検討されるようになったのを受けて、それに連動され、存在論。 特に人間の存在についての研究の必要性が要請されるようになった。この人間の存在を解くよりどころとして、かつては死生類犬と評されたヘーゲルの哲学にも再びスポットが当てられるようになったものである。しかし、新ヘーゲル主義はヘーゲル哲学の全体を再構築することではなく、歴史的世界の相対的な把握という形でヘーゲルが必要とされたものである。 つまり、当時たように変貌していった、社会事情にこうして、ディルタイなどの生の哲学とともに、世界観、歴史的な人間の生の把握に、ヘーゲルが必要とされたのである。このように、ヘーゲル哲学の全体の再構築という活動では、ないことも関連して、学派のような、まとまったものではなかった。また、新ヘーゲル主義の運動も、ドイツのみならず、イギリス、イタリア、 フランスなど諸外国にも波及したことも特徴である。このヘーゲル哲学の最高というべき運動は、一つは、この時期第一次世界大戦が勃発し、ヨーロッパ全土が戦火に巻き込まれ、ヘーゲルの歴史哲学、国家哲学、政治哲学とナショナリズムが結びついたという政治的要因があることも事実であるが、それよりも純粋にヘーゲル哲学の重要性が、 再び認識されて、ドイツ関連論の各種文献研究が活性化され、関東以降、ヘーゲルに至るドイツ関連論の哲学が近代哲学の重要な一時期であったという、現代の哲学研究でも認知されている評価が、この時期に確立されたことの方が大きな成果であろう。新関東派の運動は、かつて、 関東の哲学からヘーゲルに至る関念論哲学が展開されたのと同じように、次第にヘーゲル哲学にも目を向けるように促していった。このヘーゲル再生の運動は、1870年代になって徐々に始まり、1897年に哲学史やクノーフィッシャーのヘーゲルの生涯と著作と共説を刊行し、ディルタイがこの書評で、 ヘーゲル研究の必要性を説いたことより直接的な契機となった。続いてディルタイは1905年に若きヘーゲルを観光、ヘーゲル復興の起爆剤となる。また新カント派のビンデルバントはハイデルベルク大学の総長就任演説においてヘーゲル主義の復興と題した講演を行った。この演説はヘーゲル復興の流れが哲学史の一つの動きとして、 位置づけられたとものとして捉えての演説であった。この流れは文献研究にも大きな刺激を与えた。カント全州の観光が発達したのを受けて、ヘーゲル全州の観光も再び活性化されたのも、新ヘーゲル主義の運動の賜物である。ヘーゲルの未観光のものも含んだ、ゲオルク・ラッソンによる哲学総書版の観光、ヘルマン・グロックナーによる、 ヘーゲル全集の復刻版の刊行などヘーゲルの著作の刊行などが挙げられる。また、多かれ少なかれドイツ観念論を研究するに、当たっての必読書とも言えるニコライ・ハルト・マンチョ、ドイツ観念論の哲学、リハルト・クローナーのカントからヘーゲルまでの著作も、この時期に出版されたものであり、この新ヘーゲル主義の一連の運動と密接だったということは言うまでもない。 ヘーゲルの没後100周年にあたる1930年にはヘーゲル国際連盟が結成され、ドイツ以外のヘーゲル学者との交流もあったが、ナチスが台頭するにつれ徐々に変質され消滅していった。ヘーゲル研究が3度活性化されてくるのは第二次世界大戦後から現在にかけてであるが、これは本校で語られるべきものではない。ドイツでは上記のように ヘーゲル復興が一つのドイツ哲学史の流れとしてあったが、復興であったのは、かつてのヘーゲルの弟子たちなどで構成されていた1830年代のヘーゲル学派が唯物論的な立場に向かい、関連論哲学が没落したという権威があるからで、ある。しかし、ドイツ関連論自体、ドイツ語圏外ではもともと外国の思想であったので、国によって違うが、 ヘーゲルの没後10から20年あたりになって初めて、ヘーゲル哲学の移入、そしてそれの発展という形が一般的であったので、諸外国にしてみれば復興という形ものでもなかったと言えるのである。ヘーゲル哲学に対する受け入れづらさなども含めての各種評価、発展も各国の精神風土を反映して様々な形を取ったのである。以下の項では各国の事情に触れる。 イタリアでは、ベネデット・クローチェとジョバンニ・ジェンティーレの二人が代表的である。19世紀中頃には、アウグスト・ベラがすでにヘーゲル哲学を輸入していたが、当時のイタリアの実証主義的な精神風土ゆえに、ヘーゲル哲学に対して批判的な哲学者も多かった。しかし、ベラに引き続いて、フランチェスコ・デ・サンクティス、ベルトランド・スパベンタ、アントニオ・ラブリオーラといったナポリで活躍する。 哲学者たちによって、新ヘーゲル主義は徐々にイタリアに定着していき、その後のクローチェとジェンティーレによって、20世紀前半には、新ヘーゲル主義がイタリア哲学の主流を占めるに至った。オランダでは、ボーランドが代表的である。エドアルト・フォン・ハルトマンの影響の下で、ヘーゲル研究を行い、数々の注釈を行った。 ここでは、多かれ少なかれ新ヘーゲル主義に関係する人物を挙げるが、必ずしも新ヘーゲル主義運動のみに業績があるわけではない。ドイツ国外ならば、カント研究も兼ねている場合が多かったし、ドイツ国内においても本来なら、新カント派に属されるべき人物もいるし、哲学多の分野にも業績のある人物や、歴史学、政治学にも業績がある人物もいるので、 留意されたい。ありがとうございます。